いいね。はあ。いいね。まあ、今回、まあ、目指したのが博物館です。そう、だから標本園、どちらかというと全部標本。ミニカーか、ミニカーのコレクションか、昆虫採集の標本。かっけー、いいね。よし、じゃあ見ようか。よっしゃ、よしよしよし。塚さんです、塚さんです。塚さんです。塚さん、塚さんです。衣装大丈夫です。え、衣装大丈夫、大丈夫、いい感じです。ありがとうございます。ちょっと自分じゃないみたいで。ああ、なんか楽しくなってきたぞ。一番嫌なのが挨拶や。挨拶誰かやってくれへんかな。ええ感じでしょ。めっちゃめっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいでしょ。あの、何年か前のご一緒の時よりめっちゃすごい。あの、ナロタ君は全部元のロいろんなことがあったけど、とりあえず元のロ進行聞いてたら、すごい組まれてますね。マジですか。いや、全然知らない。いや、それもう聞いといてください。僕、あの、ふわーっとしてる。さあ、ええ感じやぞ、ええ感じ。もう全部揃った。あと、俺何にも自分のこと考えてないんだけど、周りばっかりやったけど。音に関してはループで残しといていただいて、ついていただくのは楽しいでしょ、ね、ワクワクしません。もう僕今日からトークショー始まってます。これも全部トークショー。ほらめっちゃ面白い。もう久々にフリートークが村上さんとできるって。いや、いいっすね。だから脱線全然 OK なんで。そうですね。あのここの中のスタッフがわちゃわちゃするだけで、僕らはあんま関係ない。大丈夫。わちゃわちゃしないように一応基本は作っ、基本は作っといてもらったんで、ね、これもう基本ありきなのでわちゃわちゃできるというで。そうですね。はい、もう、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。よし、終わり。はい、皆さん、おはようございます。多分ね、いろんな不備があると思います。というのは、こういうことに慣れてない、代表の会社だと思うので、この機会をですね、自分の判断と、あとは報告連絡相談、それをきちっとやった上でですね、学習しながら今日は、ね、皆さん不慣れ代表ということで頑張りましょう。です。では今日の、一斉のですね、新たなスタートをして一本締めをしたいなと思います。お手前ジャックよー、どうもありがとうございます。じゃあ頑張りましょう。さあ今日はこれまあまあ大変や、まあまあ大変。魚釣りより面白いと。やっぱ刺激っていうのはいいね。なんでもね、魚釣りもそうですけど、刺激っていうのが僕は好きなんやなと思った。で、その刺激の表現をやっぱ魚釣りだけだと飽き足らず、
例えばルアーを作るだとか、そのルアー作るにしても作った時に作ったもので今度はまた何かを作ろうで、作ったもので何かを作ったものでまた何かを作ろうっていう形でこんななった。うん、まあだからこの刺激をまあずっと、追い求めるというよりも勝手に刺激が欲しいってなるんで、多分その欲をそのままありのままに表現すると何かができてきたのが今までで、今からは今は何もないわけじゃないですか。うん、今日起こったこと、今日したことが明日につながるんで、まあ日々その日暮らしで過ごしてます。はい。まだまだなんで、まあ彼も今からですね、頑張ってもらおうかなと思います。おったもう一人、佐藤良樹。髪の毛の色がね、毎回変わるんですけど、今は真面目な感じになっております。はい、あの空気を読んで真面目で、空気を読まない、不真面目な感じなんですけども、佐藤良樹、仕事今何してるんですか？今、仕事は車の設計と、キャドをやってます。で、このキャドー設計をやってるのが、なぜやってるかというと、これは密かに一斉に入ったろということを考えてるかもしれないので、僕は深読みをしてるんですけど。ここは一からしましょう。で、これもっと短くはできへんね。一応ショートしてくれてってね。うん。これは高い。もうね、来年の話をしてる。再来年の話ぐらいまでしてる。あの、一本しか出てないよね、アートランド。スタンダードモデル1本です。ハイエンドモデルが、出てない2023年というのは2022年モデルと21年モデル、これがですね、もう外観にこだわったんで全然作れてないよね。購入してくれてるはずなのに手元に届いてない人が多すぎるということで、いやちょっと一旦待ちましょうと、ということで今回は開発をですね絞ることによって、細かいことをこのスタンダードモデルにまあ、集約することができた。で、できたのがこの702の UL プラス。はい。まあ、はっきり言ってメバルロッドです。バスのアイテムでは一番柔らかいところかなというふうにしました。で、リベラリストがあって、新しいリベラリスト3本で軽く、紹介するとレート3本リリースします。867676ですね、あります。で、それよりもこちら、実はハートランドリベラリストの釣りをもっと身近にしてもらおうと思って、ファントムリベラリスト、これ3ピースです。あれ、ね、これ3ピース、3ピースになってて、価格がリベラリストのまあ5分の3ぐらいかな、多分コンセプトをそのままに素材を見直したで、まあ十分なまあ、京都、関東のバランス取れてて、とりあえずどこまで安くできるかやってみようということでできたのがこのパンド。ただ、その安いっていうのが本当に安いのを作るんじゃなくて、値段を、必要な部分は置いといて下げてみた結果、ネーミング、レーベルも当然ハートランドと違います。ダイヤモンドラップは当然ないし、印刷が、ね、シンプルにされてるだけ。で、ファントム立ち上げの時に一番最初に作ったのがこのアイテムね。スピニング3本、ベイト3本。まあそこそこの釣りは、リベラリスト、だから自由な釣りやで、ね。
一本あったら何でもできますよ。例えばサワラのキャスティングで、そこそこのライトジギ、それからオカッパリの、まあ、ブラッキングゲーム、まあ何でもできる。バスのヘビキャラもできるし、これがですね来年もしくは今年にですね、新しい竿を作ろうと思ってます。もう一本これは急遽作る、開発がスタートしました。ダイワのカタログ見てもらって分かりますけど、ダイワのカタログはいめくりました村上春彦なんですね。それは IMZ で僕を起用されてるんだけど、竿がないっておかしくないですか、はい、9フィート強それから8フィート強の竿を2本リリースして、バシューンってやったらブイーンってなるような飛距離を出すための竿を作ります。しかもそれがガチガチの竿でね、アスリートが遠投するための竿じゃない、一般の人がその竿を使って投げるという遊びを楽しむような竿がアイムゼットになってます。これがトップシークレットかな、横浜の人は知らないってことやねです。はい、インテリジェントマグフォース Z、 ブレーキの特徴が、電子制御で今は4種類のブレーキ制御システムになってるんだけど、これをアプリを取り入れてアップデートできる。今はまだそこの機能は封印されてるのね。これ今後それができるんだったらめちゃめちゃ面白いと思いますね。今回はこの IMZ の走りといいますか第一作目、これがどんどん変わっていくと思ったらもうワクワクでしかないですよね。例えばダウンサイジングか IMZ のベイトフィネスとかやばくないですか。まあ楽しみましょうっていうのがあって、それとあとあれです、それのリールがあるのに、はい、竿がないことにすごく不満があったので、はい、もう急遽通ってます、はい、知らない、もう僕作ることになりました。明日紹介します。僕ね、台湾の人も知らないです。本当ですか。IMZ を作ります。ありがとうございます。ファントム IMZ、本当ですか。ファントム立ち上げてるのにファントムに花がないじゃないですか、はいはい、そうファントム今回はリベラリズムですよ、はい、ね、来年いや今年の秋ぐらいに、はい、ファントム IMZ を作ります。すぐトップダウンで通りました。わー素晴らしいです、はい、ありがとうございます。いい、これが僕の台湾の仕事です。いただきます。まあだいたいね、味は想像しときながら食べてなかったんですよ。うん、肉うどんの美味しいやつ。まあこのうどんももうズルズルに茹でてますね。うん、忘れとった、もう麺ズルズルにしてっちゅうて、美味しいさぬきうどんの麺はうまいなとは思うねんけど、うどんはさぬきうどんよりも博多うどんが好きや、ズルズルやから。多分好き嫌いは幼少の時に例えば親父とかおかんが食べさせたものでだいぶ左右される。うん、うまい。こんばんは、ギルギル。私の推しはこれなんです。ギルギル。ギルギル。なかなか緊張してます、正直。そうだな、めっちゃ緊張してますよ。ドキドキワクワク。初めてじゃん、あのサイズのステージじゃないの。いや、ほんとっすよ。あんなでっかいステージ、かつ一人という。そう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 、思ったよりブース迫力満点じゃないですか。ちょっとびっくりしちゃう。でかーと思って。じゃあちょっとタルトから明日への意気込み。お、まあ飽きられないことを目標にしたいなと思ってます。何それ。まあ、いや、喋ってる中でなんかちょっとセンサー反応されるような喋りをしようかな。あーちょっと思んなくなってきたな、うんってもう一回聞きたくなる。いや、楽しんでもらおうと自分の。そうです、はい、全力を尽くして汗かきながら頑張ろうかなと。噛んでるし、もうすでに噛みました。普段経験しないような緊張が多分あって、思ったように喋れるかちょっとまだ不安ではあるんですけど、立ってしまえばもうあとやるしかないんで、
トークショー楽しみたいと思います。立ってしまえば立ってしまえば嫌なことみたいな。いやいやいや、全然そんなことないですよ。はい、何人来るかわからないけど、村上師匠からのテーマは、はい、一人だったとしても全力で喋る。そうですね、頑張ってください。頑張ります。僕が押してるんです。これですか。教わってますから。明日、まあ、一斉創立から今まで一番でかいブースででかいステージでトークショーさせていただきます。自分にしかできない話をできればしようかなと気合い入れてます。頑張りましょうね。今日は一般日1日目なんだけど、最初のステッカーがさ、スッとなくなったね。びっくりしたね。僕も多分ね、あのステッカー欲しいだろうかな。なかったからね。さあ、今から一人緊張するけど、頑張ります。はい、一斉のプロデューサー村上春彦さんです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。いや、すごいですね。すごいです。おはようございます。プロデューサーの村上春彦さんでした。ありがとうございました。いいね、すごい人だね。やばいね。やっぱり皆さんのおかげっていうか、あの状態っていうのはすごく喋りやすいし、脳みそが活性化する。活性化しすぎて喋らなあかんことを忘れる。なるほど。緊張の気の字もした。すごすぎる。緊張やばいですか？俺？やばい。相変わらずやばいよ。でも会社でロッドのコメントとか撮ったりする、あっちの緊張の方がごっついよ。言えてんの今のうちかもしれないけど、行ったらガタ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 。魚釣りよりずっと難しい。難しいですね。おっしゃ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 
戦でした。しないです。ですね、まあ、この時間はですね、でもこれ手を振りだ。ちょっとね、今日ね、今週で3日が出産やで、嫁はんが、俺で来られへんが、今日、急な呼び出しで来られないかもしれない、それぐらい際どいと。森さんこれいい話聞けたね、まあ、そういうことですよ。あれは若いやつにそれで聞いてもらおうかなと。ちょっとしゃべる前に、頑張って。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。マジで緊張しました。凄まじいほどの。マジで相当ドド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 ドって言ってますよ。やばいです。やばいでしょこれ。早っ。頑張って。頑張ります。じゃあ表行っとくわ。先行ってきます。おう。頑張ります。てかもうめちゃめちゃ緊張しますけど。やばいです。もう多分これまでにない動機が僕の心臓を襲ってるんですけど。なんとか乗り切るようで。やりましたね。やりました、やりました。よし、来た。あ、バレた。見に来とった今。くっそー。バス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 。皆さんこんにちは。すごい数ですね。もうめちゃくちゃ緊張して今裏で心臓の鼓動がこれまでないぐらいドクドクいってます。こんにちは。すいません、最後の最後までいてもらってありがとうございます。僕らしい冬の釣りとかそういう秘訣を話してほしいってことで、皆さんにプレゼントしてほしいってことでちょっとこの場をいただきました。そうですね。いやいやいや、もう目泳いでないことめっちゃ不安でしたよ。本当、はい、しっかり喋れてた。あ、本当ですか。まあ、実際ステージトーク初めてだったでしょ、はい、初めて初めてのトークドキドキで上がったけど、はいはい、今の気持ち一言で言うと、今の気持ち一言で言うと、まあ、最高に爽快感ありますでしょ、はい、ね、気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい。あ、すいません。あ、すいません。ずっと後ろで聞いてた。あ、そうだった。あ、いい感じだな。あ、乗ったなと。はい、インタビューしてても考えがブレてないっていうか、そう、ブレてない、はい、もうまっすぐシューって言ったら、うわ、かっけーと思った。ちょっと見て、泣いてるんじゃん。いやー、マジで疲れました、本当に。いや、ドッと来たんで。いや、よかったです、本当に。ありがとうございました。楽しかったです。
仕事したね。めちゃめちゃ緊張しますよ。昨日の夜ちょっと今日の復習しようかなみたいな脳内で思い出しただけでなんか心臓ドドドドみたいなできて、明日もあるんかみたいなバク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 してこうやってしながら寝ましたね。朝村上さんみたいになんか喋ってた。はい、喋ってました。村上さんに今日も勝つとアドバイスをいただいて、はい、頑張りそうです今日も。昨日喋りすぎて、朝起きたら声が出なくて、ありがとうございます。もう今全然大丈夫やけど、びっくりした。あかん、声が出ないと思って。わかりました。全部赤松に任そう思って。出えへんだろ。でした。大丈夫です。あ、春と涼介すごい。伊丹さんとか、東さん助けてとか、なく最後になりきりました。たちね、魚釣りも必死でやるけど、こっちができないと、意味がなくなっちゃう。こんなおもろいことやってんっていう自慢が村上師匠、めっちゃ上手や。絶対昨日より人多いじゃないですか。それがまた2回目やけど、なんだかんだずっと顔引きつってますからね、マジで。なんか体動いとかんと、なんかそうじゃないですか。さっきまでずっとジャンプしよったし。こんにちは。こんにちは。一世10周年ってことで、おかっぱりやりたいなと思ってます。村上さん、赤松さん、ハルト君、僕で
おかっぱり対決したいなと思ってるんですよ。中松さん聞いてるか分かんないですけど、絶対勝つんで、ちょっとここにいる皆さんだけでも若手応援してほしいなと思って、ぜひ絶対やります、やります。まあ、どうなるかとかじゃないです、もうやります、やるんで、ぜひ皆さんはハルト君とか僕とか若手応援してください。喉カラカラっすわ。よかったっすよ。いや、本当っすか。いや、もう2回目の、あーまあ、あれっすね、難しいっすね、やっぱり。とりあえず終わったっすね。でも、2本もあるんじゃないですか。いや、僕、本当それ、今初めて聞きました。九州出身なんで、知り合いばっか来ると思うんですよ。なおやばいっすね。マジで頼むけ母ちゃんだけ来んなと思ってます。いや、母ちゃん来た方が強いかもしれないですよね。一番の応援隊ですから。確かに。楽しみですね。知らんかった。はい、1ヶ月ちょっとまた話変わる内容ですけど、頑張ります。ちょっと楽しみです。横から見た形状あります。上から見た形状あります、はい、重たいでしょ、はい、これ重たいってことは水を深く潜ろうとするんじゃなくて水を押そうとしているので、はい、倒す目標を掲げながら、皆さんに面白い動画を届けられるように、これからまた頑張ろうかなと思っている最中です。僕は釣りが下手なんです。下手な人代表やし、うまくいかない人代表なんで、まあ、ここから喋り頑張ります。すごく今緊張してるんですけど、若松さん淀川チャレンジされてますから、僕も密かにチャレンジしてええ感じに釣れるようになったら邪魔しに行こうかなと思ってます。もうめっちゃ暑いです。ここから多分湯気出るんちゃうかいうぐらいめっちゃ汗がすごいんですよ。さっきの話に戻るのが、なんせ一個のことをめっちゃ言うてん、桃太郎の話を。昔々あるところ、はい、おじいさんとおばあさんがおったって言うたら、あるところか、ほんでおじいさんおばあさん出てくる頭に、はい、映画の朝だもん。そうで、かわいい洗濯にはかわいい洗濯してるおばあちゃんがおって、そこで立ってゾンブラボゾンブラボ流れてくる、あんなももないって。だからでもそんなんがちゃんと映像が描くやん、はい、見たことあるから、はい、あまあまあなかなか大変ですわ。ちゃんとしてや。ちゃんとします。はい、はい、任せてください。そう、今井さんが言っとったやん、だから共有するという、自分が楽しいだけじゃなくて相手が楽しいようにすると、本場のプロっていうのはね、客と一体化してるんですよ。はい、うん、自分も嬉しい、客も嬉しいな、見る人も嬉しい、はあはあ、その感動を共有できるから、はい、いろんな経済も動くっていう、サブ歌ってくるよね、うんうん、そういうことで、はい、要は自分だけがよっしゃ釣った言うて俺やって言うててもしゃがなくて、はい、それを見てくれる人が一緒によしって言ってくれるのが俺はプロやと思ってる。ずっとそれを今日は考えてた。村上さんと楽しくて笑顔になります。見て、はっけー。俺 YouTube 見ても笑えるし、あってももっと好きになるっていう。やった、好きになられたね。今のはちょっと赤松比嘉さんと、あとって聞こえるところの、もう普通に赤松がこうなった時にもっと好きになる。ピクを取っといてほしいよな。ピクになる。はい、何から何まで、はい、井上さん、
ありがとうございました。いえ、こちらこそご一緒させていただきありがとうございました。今回はほんまですか。これね、僕だけでは絶対できないんですよ、はい、あのね、綺麗な流れはもう本当にね、気持ちよく喋ることができたし、本当です。でお客さんが何よりも、はい、あの喜んでくれたんじゃないかなと思います。いやいやね、あの、はい、ナビゲーターとして、ね、頑張ってきて、村上さんになんか久しぶりに声かけていただいて、はいはいはい、あの自由な村上さん の, その釣り遊び、はい、もう改めて発見できましたね、はい、いろいろと、はい、うん、あのここではここの楽しみ方といいますか、はい、こう喋らなあかんとか一応あるんですよ、あるんですけど、はい、もう喋ってしまうと、うん、あの勝手に楽しい方に行ってるんですよ、あれ考えてないんで。なるほどね、はい、そんな感じですね。これからもさらなる10年を楽しみにしてますよ、はいはい、ありがとうございます。頑張ります。またお願いします。はい、お疲れ様でした。皆さんのおかげで大成功だったと思います。ご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。終わり、はい、撤収。ありがとうございました。ありがとうございました。1から9まではやったぐらい、やりきった感がすごく気持ちいいです、はい、なので疲れてるんだけど、まあ、心地よいですかね。美味しいお酒が飲めるんじゃないかなと思います。皆さんどうもありがとうございました。なんて言ったらいいかな、何言うか忘れた